スノーマンメグロレン主演ドラマの撮影現場まで来てくれた深澤達也に感謝すごく嬉しかったです。10月5日の文化放送富士屋プレゼンツスノーマンのそのまんまにスノーマンのメグロレンと深澤達也が出演。メグロがドラマトリリオンゲーム TBS 系撮影現場でのエピソードを明かした。 関連スノーマン渡辺翔太目黒連らメンバーが自宅に来るも、天々宮舘涼太の究極の気遣いに怖くなってこの日の放送には目黒に当てた。自身の連続ドラマ単独ウィッシュ演作となるトリリオンゲームの撮影の思い出を聞きたいといったメールが多数寄せられた。 これを受けてメグロはメンバーみんなが差し入れをすごい入れてくれてリレーしてくれてとスノーマンのメンバーらが現場に差し入れをくれたことを明かしフッカさんが現場に来てくれて俺がいない時に来たんですよ。その前はいてその後もいるのにその間のピンポイントでいない時にフッカさんはトリリオンゲームの現場に来てた俺が行ったらスタッフさんがクスッとしながら俺の方剣っててどうしたんですか って聞いたらなんか深沢さん来ましたけどってと深沢とのすれ違いエピソードを明かした。